さあボール持った、マルタニ、あっと後藤には通らないか、まあ、福岡ね、しっかり守備できてますね、はい、さあ逆にカウンターになる、山瀬、ボールを運ぶ、どこに出すか、ドリブル、レオミネーロ、シュート、うまい、素晴らしい。なんとなんとレオミネーロが決めました、試合を決定づけるゴールがここで生まれた。じゃあ非常にねコンパクトな振りからコースを狙った素晴らしいシュートでしたね。いや、ここはレオミネーロ気持ちも落ち着いていましたね。そうですね、もうワンチャンスをものにする力っていうのはねありますね。まあ、またねこの時間帯に取れて非常に大きいですよ。はい、